ございます。通年のスタージョンです。今日は、友達のジャックさんと一緒に健康を作りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあジャックさん、説明のほどよろしくお願いいたします。はい、じゃあまず今回第4アンチぐらいで、まあ大体建築を建てて、はい、そこからまあ上に行ってその天空城をし、はいはい、最終的には回復勝負に持ちこたえたいですね。なるほど。前回それで成功してるんで、はい、頑張りたいところです。はい、わかりました。じゃあスラープとかそういうのが結構必要になってくるということですか。今回スラープじゃなくてそのミストとかそういうちょっと HP 回復系の方が耐久しやすいっていう、うん、ああはは、なるほど、特徴ありますね。あ、わかりました。じゃあちょっと行ってみましょう。レッツゴー。ゴー。まず初動、あの一応天空を落とされても大丈夫なようにビッグブッシュムーンっていう最近あの北韓国から戻ってきたそのブッシュみたいな草みたいなファイルあるじゃないですか。あれを真下にその置くと落下ダメージ無効にできるんで、それでみんな下に置いてるのかな。なんで下に置いてるのかな。ブッシュが置いて落ちるときに落下ダメ食らわないんですね、あれ。はい、てかちょっと前回より今回の方が天空城やりやすいっていうちょっと嬉しい点がね。前回友達をやってたんですけど、もうほとんど毎回その落下で落とされるんですね。なるほど。まあ初動は今回いつも俺がその天空城とか友達で行ってる時のちょっと場所を教えるんで、はい、ちょっとここでいいかな。ここでちょっと敵いる可能性ありますけど、はい、大丈夫。じゃあ行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。さあ、あ、待って、ちょっと一人いっぱいいますね。ちょっと一発だけ倒しましょう。初動は別に回復アイテムとかそういうモスっていうのはないんで、まず初動は制覇してアイテム集めないとっていうところですね。多分相手一人なんで、あの先打ちますね。対空アイテム、あ、対空位置当てました。うん、だから一人入ってきた。あ、大丈夫ですか。こっち、あ、こっちやりました。やります。ナイスです。ナイスアシストです。ここちょっと割っちゃいましょう。満タン、満タン、満タンク、満タンク、満タンク、100万満タンク。あ、7やった、100にならやった。あとこっちにもあります。あ、こっちにも。ここでちょっとここ鉄鳥集まるんで、ほとんど4人でスパトル前来た時も全員乾燥になったんで鉄が、うん、ここまで順調っすね。アンチも味方してくれるかな。あー、ちょっと外れちゃいましたね。ちょっと早めにその建築のやつ武器だけ一丁だけ持っといてください。あ、いいよ、状態でいいよ。待って、青チャール。オッケー。ありました、すいません。はい、ジョンさん、はい、この物資をもしもの時に真下に投げてください。了解です。ちょっとでもかすったらもう落下ダメージ無効らしいんで、うん、すごいな。草むら
皆さん、あと鉄さえ完成しちゃえば、あとは全部 OK です。 OK。 大体どれぐらい集まりましたか？今物資。どうやった？撃たれてる。待って、ちょ、上から敵撃ってます。はい。あ、大丈夫です。これが自分一人でやりますんで。待って、もう撃ってる。やりました、もう一人も。お、超この人たちあるじゃん、物資。お、最悪。超アンチ外れちゃいました。あ、本当。だけど、俺は物資を大体リフレッシュできた。次は、ちょっとここの上のジャンパー乗りましょう。OK。一緒にもう一個出てほしいな。じゃあ行きますか。あんまストームダメージ超えたくないんで。うん。待って。え？どうした？え、なんかすごい今コントローラーバグってずっとぐるぐる回ってた。この携帯が OK って言ってたこの言葉に反応してたのなんかいい気がする。あー OK ブーブーとは言ってないすいません、ちょっとここ来てください、ここ来てください。はい、ちょっとここで耐えますよ。 OK、 次のアンチあと9秒で、大体今第2アンチだよね。で、この今回データからちょっとすいません、ちょっと変えますけど第6アンチぐらいかな。うん、これたらもう任せます。もう、じゃあそれで前回友達と天空城したとき、言うこと聞かないで勝手に自爆したやついるのに。で、なんか落下死して勝手に死んで、うん、で、みんなで蘇生して結局その試合負けちゃいましたけど。まあまあ、チームの方を逃したやつだけど、どこでもいますから。一人いるんでしょ。ここで次、貯蔵品出たら欲しくないのか。ここら辺にそらジーマ出るともう俺っち終わりですから、ここら辺に。うん。出てくると、ちょっとここで戦闘になっちゃうんで。うん、なるほど。多分ブルータスのさっきの敵出てないんだと思う。うん。これは、ん？今の銃声ちょっと聞こえましたね。あ、やっぱ中性しますね。ちょっとまだ動かない。アンチ外れちゃったら俺先し進行する。多分あっちでちょっとこっちから遮蔽隠れ遮蔽でちょっと見えないですけど、あっち側で戦闘する。はい、じゃあちょっとあ、ラッキー。ちょっと こっち周りでちょっと遠回りしながら
っていきましょう。戦闘をちょっと下げながら。待って、あと1体目。うん、感謝する。あと、もう来た。探検。待って、それ1回。一回しゃがんでください。今、あ、待って、ここ敵いるんで、ちょっとこ、あの、走ってちょっとこっち側行きましょう。久々だな、こんな真面目にやれたの。マジこんな最近ほとんどふざけて、あの、そう、ふざけて言葉してるんで、ほとんど変なことやって、うん、音をしてるんで、久々にこんなあ、撃たれた、うん、当たり、あ、大丈夫ですか、うん、当たりはしてないから大丈夫、ちょっと狙わせよう、ちょっとやばいっすね、待って、ちょっと俺って大胆に動きすぎたんで、待って、あ、あ、いるんじゃん、あ、やばい、最悪すぎる、待って、ちょっと逃げますよ、あ、ちょんさん大丈夫ですか、逃げた方がいいですね、ちょっとあっちでバチバチに戦闘してるんで、こっちもちょっと逃げた方がいいですね、多分俺っち、あの、あっちに全部兵頭向いたんで、うん、ちょっとあとここの森の中でゴソゴソして、相手がサーマルじゃなければいきますね、オッケー、といったことは1から使ってみるか、ちょっとここで飛びましょう、ちょっとここで一か八か、ちょっとここの火のさ、数ちょっと覚えてください、火の数、火のその、この暗号解くために、この火がちょっとここに全部散らばってんで、ちょっと俺、火、ここのちょっと暗号解くための火見つけてるんで、ちょっと、やばい、ちょっと、ま、大丈夫っすか、ちょっとまだ引っ張るしかないか、オッケー、大丈夫ですか、ちょっと、あ、やりました、ナイスです、どうだったら、ここにちょっと資材あるんで、やらせてください、ちょっと仕方ない、やるしかないか、じゃあな、よろしく、オッケー、ギリギリ、で、あとは、ちょっと、わかんないけど、お、すげえ、いいの来た、うん、あとは、ちょっと上のさ、あの、その、火の壁、ちょっと見てきます、はい、さっきの敵はマジで一人だけでよかったです。うん、そうね。本当。こうやって。あとはこっちからどっちかこうやれば。逆か。これつかな。あ、来た。来た。で、あとここの2分の1なんですけど、こっちか、あ、これ飛んだ、ない、おー、すげー、ここでちょっと漁っときましょう、お、来ました、ブッシュ3つになりました、これでもほぼ安全っすね、これでなんとか生き残れそう、待って、できてます、ちょっとさ、この先目で飛びましょう、行きますよ、はい、レッツゴー。
大体アンチギリギリがいいから、ちょっとここら辺行きましょう。オッケー、ここら辺、あー最悪かな、ちょっとここの物資隠れましょう。待って、最悪だ、メイキ決まってきても忘れた。アウトラッシュか。ちょっと待っててください。ちょっと俺ここにあるメディキ取りたいんで。 OK、 大体今7アンチ。おお、耐えてる耐えてる。ちょっとじゃあここでちょっと祈ってましょう。これでアンチ外れたらマジで嫌なんだよ。おお、フラグ。だいたい天球場始めちゃいますか。ここでちょっと始めたいんで、ここまで移動ですね。ちょっとアンチ外耐久みたいな形になるんですけど、ちょっと回復しながら行きますよ。アンチ外で。一応降りた時のためにショットガンだけ持っといてください。すいません。包帯あれば OK だね。じゃあちょっとゆっくりバレずに行っていきます。ちょっとアンチ街に入ったら一気にやっちゃう。一旦ここの物資隠れてください。オッケー。あっち多分敵いますね。うん、多分空島で争ってると思われ、やっぱこっちが敵いますね。今銃声の音的にこれじゃちょっと言いにくいけど、やっちゃうか。ちょっと多分あの銃声向こうなんで、ちょっと上上がりますよ。ここから始めましょうか。初めての天空洞。レッツゴー。これ撃たれなければいいけど、あ、一応落ちないようにガチで気をつけてください。はい、お、待って、え、最、あ、待って、最悪、危ね。どうした？アンチ内、え、じゃあ、大丈夫です。アンチ内入っちゃったから、ちょっと、今回微妙っすね。ちょっと、最悪なパターンが来たかも。これ、やめた方がいいっすね、ここじゃ。最悪だ。一番最悪なパターン来た。ちょっとすいません、一回、メディキ、巻きながら下がっていきますよ。もう一応のいつの間にか残り12。これ天空城できて、まあいいや、もうすみません、やっぱこのまま天空城やります。そのまま、うん、やけくそで。あの時耐えすぎたかな。この時ダブルってじゃないのかな。よし、はい、あっ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、死んと思った。でもこれだと使いに行けない。あ、大丈夫ですか、ジョンさん。回復回復まだある。何ダメだ、何ダメなの。2ダメ、今2ダメっすね。あ、アンチ内入るんで大丈夫です。待って、ここが上空か。よし、来ました、ついに最上階。 OK、 あとはこれがバレないことを願うんですけどね。びっくりした、
出てきましたし、あ、待って、すいません、このままキープ するだけで多分これ勝てそうっすね。マジ、ちょっと一応真ん中まで進行します。はい、お、あと4人ってことは、あ、もう潰れてた。まあいいや、このまま天空城やっちゃいましょう。相手がちょっとどれぐらいで気づくかってちょっと面白いんで誰が気づくでしょうか。どん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 気づ、ちょっと待って、敵どこにいるんだ。おった、いなくない、あの真ん中、どこですか。真ん中だったらこのままいっとけばいいっすね。上見ないでほしいな。うん、あのピンのところに、どこ行った。あとは、あ、マジーとしてる、まだエムホとしてんのかな。なんかちょこちょこ動いてんだけど、あ、多分 あの人って俺っち勘違いにいると思ってやられたと思うんですね多分オリッチだけ上にいるっていう悲しい現実。あ、ほっとか、一人雇ってる。3人ですか。3対1です。ちょっと次のアンチまで、あの、全然余裕なんで、多分これ天空城した後だって思われてるんで、動かなければ、うん、待って、撃たないでくれます。気づいてないすげえいいね。前とそのもう一人 その一緒に仲間になった子が、うん、すごい奇跡起こしたんですよ。大体俺っちこれぐらいの時に、あ、待って撃たれた、やばい、最悪。あの、そのまま進行できますか、天空城。あ、終わった、全部撃っちゃった。じゃあ、あとやりますんで任せてください。あ、待って、死んだスライディングしたら集中砲か。相手強いんで気をつけてください。あ、めっちゃ速攻落とされた。早かったとかされるの。でもこの人ちうまいな。ちょっとうまかった。ラスト一回普通にやりますよ。いつよ。ということで、ちょっと天空城はうまくいきましたけど、最後敵が強かったんで負けちゃいました。無理ですね。無理ですね。この時間帯本当無理です。今ね、皆さん、朝の5時前です。この時間帯は無理です。ということでした。では次の動画で会いましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、応援のほどよろしくお願いいたします。では失礼いたします。しろよー。See you later. バイバーイ。